ご当地ラーメン戦争。こちら岩手盛岡のおすすめするラーメンは柳家さんのレアチーズキムチ納豆ラーメンです。ここ岩手盛岡のソウルフード、ソウルラーメンでございます。では早速中に入りたいと思います。さあ店内に入ってまいりました。まずねメニューの数がすごいんですよ。見てください。しかもこう変わったメニューも結構ございまして、例えば岩手さん、岩手が誇る岩手さんをモチーフにしたラーメンだったり、姫神さん、盛岡城、焼肉、こちらですね、たくさんメニューがございます。私が注文するのがこちら、レアチーズキムチ納豆でございます。さあ来ました、レアチーズキムチ納豆でございます。キムチ納豆ラーメンというのはこの柳家さんの看板メニューではあるんですけども、そこにさらにこちらレアチーズ、これは他では味わえないラーメンだと思います。さあ早速いただきたいと思います。具沢山なんですよね。まずはこの麺、そしてレアチーズは崩さずに、まずはこちらキムチ納豆でいただきたいと思います。うまい、間違いないですね。濃厚でございます。キムチと納豆、まあ発酵食品と発酵食品でございます。さらにこちら味噌ベース、味噌の発酵もございます。まあ合わないわけはないわけでございまして、さらにはもう一つの発酵レアチーズを崩していきたいと思います。崩して溶かしていきたいと思います。いただきます。うまい、まろやかになるんですね。やっぱキムチの酸味だったり味噌の甘さ、そして、納豆のコク、そしてこのレアチーズ入れることによって一つが一個にまとまるわけでございます。まろやかにしてくれます。このね、うん、まろやか、美味しいでございます。結構ボリュームもたくさんありますし、さらにはキーはこの麺ですね。こちらの麺なんですけども、なんとこちらの柳家さんは自分で畑を持っておりまして、こちらの方でこちらの小麦を栽培しておりまして、生産しておりまして、でそこから完全なる自家製麺でございますね。畑から農業からというのがこの柳家さんのポリシーでございます。この麺もね、もう他では味わえない麺でございます。もちもち麺、最高でございます。うん、うまい。やはりこの柳家さんはですね、この麺、そしてこのどこにもない納豆とキムチと味噌とレアチーズ、この発酵食品4連発、これは他では味わえないんではないでしょうか。というわけで岩手盛岡のおすすめラーメン、おすすめご当地ラーメンは柳家のレアチーズキムチ納豆ラーメンでございます。大変美味しいございます。